はい、お願いします。お願いします。ラリードライバーの勝田紀彦さんの助手席に乗らせていただきました。いや、DAT に乗りすぎて、はい、だいぶミッション忘れましたよ。あ、そう、これまずうまく走れるかな、思い出してください。はい、いや、ドキドキする。お願いします。お願いします。いいですか。はい。すごい、こんなに曲がるんですね。結構大きいわ。曲がると、これね、難しいんですよ。これこんなにサイドを引いて360度ターン、すごい。忙しくて、ダートって特にそうなんですけど、はい、今も一速入れてサイドってなると、はい、なかなか厳しいですよ。で、RC ってここについてますよね、はい、ここよりもやっぱここなんですよね。モータースポーツから来てるんで、このサイドブレーキって、はい、うん、すごく引きやすいです。なるほど。でもやっぱマニュアルはマニュアルの面白さっていうのがあるんですかね。ただやっぱりモータースポーツとかってミッションマニュアルってすごくハードル高いんですよ。はい、はい、だからこれがもう操作いらないとなったら、ステアリングにアクセル、ブレーキって集中できるので非常に楽ですね。なるほど、うん、じゃあちょっとそのあたり後で DAT の方で試してみたいと思います。わ、はい、かりました。でもありがとうございました。はい、いやー、ドキドキした。よし、世界の勝さんに負けないように頑張りましょう。でもちょっとドキドキだよ。はい、行きましょう。世界の勝さんに負けるな、藤友。てか、ラリーやったことないから。そうなんです。ダート経験もそれほどありません。ないからね、まずコース覚えるの苦手。じゃあ、いくよ。はい、行きましょう。おー、すごい。おー、気持ちいい。あ、曲がる。曲がる。あれ、コース合ってるよね。え、これでこっち？あ、でもこんな気持ちよく走れるんだ、これ。おー、ブレーキ踏んだ。おー、曲がる。なに、これで、これで、あ、一足にしなきゃいけないの。してぐるっと、これサイド引いてたよ。サイド引いて。引き慣れてないから、サイド。これで、あ、これであっちだよね。これで二足入れてみようか。そうですね。おー、でもこんな曲がるんだ、気持ちいい。ちょっとラリー素人の私でもこんなに走れちゃうんだ、この車。曲がってくね。ねえ。あ、ちょっとエーストした。エーストした。これで。オチもちゃんとついてました、ね。オチもちゃんとついてました、ね。やだ、恥ずかしい。こっちね、あ、こっち。ちょっと気を取り直していきます。はい。はい、じゃあ行きますよ。はい。はい、あ、またちょっとやだ、私何年マニュアル乗ってんのよ。そうですよ。おお、気持ちいい。おお、ブレーキ踏んでちゃんと曲がるもんね。姿勢変わるね、本当に。変わるよね。おお、気持ちいい。世界行った。これがマニュアルですよ、まず。そうだね。この後は、ね、ペダルの DAT に乗りますからね。そうだね。どうなっちゃうのか、どうなっちゃうのか、ドキドキ。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱエンストしちゃうなんて、本当私情けない。よいしょ。次は勝田さんに DAT で、はい、DAT です。出回らせてもらいます。見てください、はい、これこのシフトのレバーのセレクターの隣に、これサイドブレーキです。これ市販車史上一番直上してますよね。はい、いや、本当そうです。そうですよね。だからそのモータースポーツだともうここについてるんですよね。うんうん。だからそれをやっぱここにあるよりもこっちの方が圧倒的に引きやすいよねっていう。はい、ここだとね、やっぱこう
引く力が弱いんですよね。そうですよね、肘も上がっちゃいますしね、ちょっと後ろにありますしね、うん、そうするとでもこれ藤友さんドライビングポジション前目だから、はい、後ろにあるより絶対こっちの方が引きやすいですよ、絶対ありがたいですよね、はい、何より AT なんで2ペダルで扱えるからクラッチとか変速いらないし、あとそのこれ見てください、これあマニュアルモード、マニュアルモード、うん、マイナスプラスなんですよ、本当だ、通常はトヨタ自動車はプラスマイナスなんですですよね、でもモータースポーツはマイナスプラスなんです、減速の時に力が入りやすい、そうあのマイナスっていうか体が前にギア落としますよね、はい、で加速の時って引きます、ね、そのアップしますよね、はい、でそういう時に減速して前のめってる時にこうはないですよね、確かにやりづらい、で逆ですもんね、うん、加速する時にこうはないですよね、うんうん、だからその減速あの G に対して素直にできるように、じゃあ トヨタの定説を覆してしまったってことですね、これはそうです、そうですね、森蔵さんが誰がそんなこと決めたみたいなその一言で変わりました、なるほど、はい、でも理にかなってますよね、はい、本当に、そうですね、そうなんですよ、だから今までのあのなんだろうトヨタのその常識を森尾さんが一言で変えてくれました。なるほどね。うん、でもね、一回それで作ったものを変えるって結構大変なことだと思うんですけどね。いや大変だ。そう。大きい会社ですからね。だから森尾さんもマスタードライバーなんで、僕たちと一緒に考えてくれるんですね。なんかトップダウンって言ってますけど、森沢さんがその現場に降りてきて一緒に感じて、うん、一緒にやります。はい。なんかトップダウンってこう。あんまりこういいイメージが普通、ね、ないんですけど、森蔵さんの場合は違うんですよ、下に降りてくるってことですね、はい、ドライバーファーストであったり、うん、あとモータースポーツを起点とした車作り、うん、今までは車を作ってでモータースポーツ用に改造してだったんですけど、うん、今はモータースポーツからで開発した車両を市販車にしちゃうみたいな、まさにこれもそうですよ、ね、そうですそうです、うん、じゃあ行きますね、いすごい、じゃあ行ってきます、はい、ドキドキお願いいたします、はい、いいですか、どうでしょうか DAT、はい、行きます、お願いします、集中できるんですよね、だから通常だとここにマニュアル操作が加わると大変なんですよ、勝田さんでも大変ですか、順番があって、はい、一速に落としてでサイドブレーキ引いて、これはもう何も考えずにステアリングで合わせてサイドブレーキ引くだけなんで、はい、やっぱレスポンスがいいのも効いてるんですかね、うん、ものすごく簡単です、いやありがとうございました、これに慣れるとマニュアル大変ですよ乗れなくなっちゃうかもしれない、 いやじゃあありがとうございます、そっか、はい、そんな感じなんだ、はい、藤友 DAT ダート市場行きます、はい、じゃあ行きます、これでサイド降りてるね、ちょっと使ったことないサイドだから、お、行けた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 、ちょっと今これ結構シートスライドもしっかり前に行くの嬉しいよね、いいよね、チルトとテレスコついてるから私みたいな女性でも、うん、小柄でも合わせやすいしね、なんかつい左足が動いちゃうんだけどじゃあ行くよ、それ面白いですね行きます、はい、おー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 やっぱ集中できる、ダイレクトだね、ずっとステアリング握ってられるからね、おお、いいね、さあ、そしてここ360度からだ、やっぱここに
なるの、いいね。やっぱいいですか。いいね、引きやすい。おお。でもあんな車の角度つけらんないよ。いいね。いやむちゃくちゃいいね。この2ペダルっていいね。ハンドルにずっと手を添えてられるという。でも勝田さん、これに慣れるともうマニュアルきつくなりますよって言ってました。勝田さんでさえそうやって言うんだもんね。そうね。ちょっとわかる。今息止めてたでしょ。止めてた。なんかすごいやっぱ集中できるのいいね。そうだよね、そうだよね。常にやっぱこうどう行かなきゃいけない。まあこのこういうパイロンのある場所を走り慣れてない私が今ちょっと行けなかったと思うんだけど。はい、なるほどね。でもこれは楽しくなっちゃうね。買い替えたくなっちゃう人もいるんじゃないでしょうか。これはいいと思う。GR ヤリス進化版の試乗でございました。最高でした。これは間違いない1台ですね。